こんにちは。アワーライフジャパン&チャイナのチンムーと申します。今日は久しぶりにバスに乗って奥さんと街の中に出てきた。なんせ大連はロックダウンとかがあって一時期身動きが取れなかったからね。向かっているのはある視聴者さんの思い出の場所。何か昔の面影が残ってるといいんだけど。この辺りは以前別の視聴者さんの幼い頃の思い出の場所を訪ねたところ。昔の芝生町だね。80年前に住んでいた家が奇跡的に残っていた。そちらの動画もぜひ下の説明欄から覗いてください。今見えている建物は昔赤十字病院だった。これは1940年の大連の地図。ここに赤十字病院と書かれてるでしょ。芝生町に住んでいた視聴者さんもこの病院でお生まれになったそうだ。戦前の大連生まれの方は結構ここで生まれた人が多いんじゃないかな。さてさて、今回訪問する場所なんだけど、人民路沿いをぶらりとしてみます。人民路とは昔山形通りと呼ばれていた道で、港近くと中山広場をつなぐ道だ。大手商社や海運会社が集まっているオフィス街で、とても重要な幹線道路だった。今日の物語の主人公は1936年昭和11年生まれの視聴者さん。お父様が大連税関で働いていたとのこと。ここは中山広場だね。ぐるっと反対側に行けばそこが目的地の人民路となる。あれ、知らぬ間に旧大和ホテルがフェンスで囲われている。改装工事でもするのかな。この道が人民路、旧山形通りだ。降りたら一旦中山広場に戻ってみよう。中山広場の中に入ってきた。昔は大広場と呼ばれていたところだね。旧大広場から旧山形通りを眺めた今の姿。目を閉じると昔にタイムスリップしていく。この光景見覚えありますか？左側の建物はほぼそのまま。手前が大新銀行で、その奥が台湾銀行だった。僕らは旧山形通りを歩いてみた。
右を見ても左を見てもオフィスや高級ブランド街となっている。どこにも昔の面影が残っている風景は感じられないね。道自体は変わらず残っているけど、あまりにも高いビルばかりになりすぎている。現在新世界ホテルになっているあたりは当時山形通り市場があった。お母さんと買い物に来てたりしたかな。現在フラマホテルやシャングリラホテルになっているところの昔の地図を見てみると、どうやらこの辺には三菱商事や三菱銀行、日本郵船などがあったみたいだね。前方に少し古っぽいモダンなビルが見える。旧大連汽船ビル。今は大連市政府が使ってるみたい。昔の写真を見るとここまで高くないから、おそらく戦後に増築したんだと思う。大連汽船の隣には山下汽船、この建物も残っている。犬が来てって。狭い路地に導かれた。昔の地図を見るとこのレンガの建物は大連税関だったみたい。視聴者さんはお父様が働いていた税関の裏手の官舎に住んでいたと言っていた。まるでこの子が私たちを案内してくれたかのようだ。でも官舎は2階建てだったと言ってたから、ここから見えるのとは違うのかな。僕らは路地を引き返してこのレンガの建物の正面入り口を探してみた。
視聴者さんのお父様が働いていた大連税関。当時は人民路にも市電が走っていたとのこと。よく馬車にも乗っていたんだって。僕らはダメ元で逆側から裏手に回ってみた。なんか古そうな住宅があった。でもこのレンガの積み方は戦前の建物とは思えない。これが後やってきたもの。レンガ積んだのは、はい、そこは本当は建物時代はそこまで終わってて、うん、そこからなんかね付け足した感じ。付け足したんです。あ、本当だ。見は。本当だ。完全に。よし、そうだね。雑な増築はあるあるだから、もしかしたら視聴者さんが住んでいた官舎かもしれない。もしそうならこの階段を上り下りしていたはず。この手すりは当時のままだろうか。視聴者さんの話では税関と官舎の間に2つのテニスコートがあったという。ちゃんとは見えないけど中庭っぽいのはなさそう。この柱だけでも視聴者さんの幼き頃の思い出と重なるものであることを祈りたい。僕らは人民路には戻らず、裏側から昔東広場と呼ばれていたところに向かった。この広場も中山広場と同じようにロータリー式となっている。そして当時から残る建物がある。重要物産取引所だ。ここでは大豆や豆かす、その他穀物をはじめ大連の重要な物産が取り扱われていた。
今は大連銀行になってるみたい。1913年に設立したとのこと。もう100年以上大連の移り変わりを見てきてるんだね。同じ場所に立ってみる。向こうの橋を越えていけば大連港だ。大連港は満州の玄関口として大陸への重要な幹線航路として栄えていた。視聴者さんもこの橋はよく渡っていたと思うけど、この高層ビル群には驚くだろうね。さっき見た重要物産取引所が奥に見えるね。大連埠頭の事務所、昔からある建物だ。当時は事務所の前に繁栄を成した屋根がある階段があった。乗船客の待合所となる場所につながっていた。視聴者さんはよくここに来てその丸階段に座っていたとのこと。この階段からどんな景色が見えたんだろう。日本本土から船で来た客が満州方面への列車にそのまま乗り継げた。待合室があった建物はまだ残っていた。Thank you.
あふれんばかりの人でにぎわっていた場所も今や廃墟となりつつある。視聴者さんが通っていた朝日小学校、山形通りを少し南に行くと朝日小学校があった。今は全く見る影もない。冬は池でスケートを楽しんだとのこと。おそらくここの鏡が池だと思う。鏡ヶ池は人工の貯水池。冬に厚い氷が張り、多くの人がスケートを楽しんでいたようだ。時は過ぎ、変化を積み重ねてきた歳月はあまりにも長かった。でもどこかほんのわずかでも幼き日の記憶がよみがえる風景があったなら嬉しい。人は皆故郷を忍ぶ。幼き自分を包み込んでくれた柔らかな空気をもう一度感じたいのだ。